はい、ダンです。えー、この動画ではアドレスホッパー、えー、女性の持ち物はということでお伝えしたいと思うんですけども、まあ、あの、自分もアドレスホッパーやっていて、えっ、ー、と、もう本当にバックパック一つに収まるという形で動いてるんですけども、女性、男性問わず、と,とにかく持ち物は少なくする、絞るってことですね、極限まで。で、特に海外も通じた海外アドレスホッパーの場合は、えっ、ー、と、飛行機で、えっ、ー、と、移動すると。 で、また LCC なんか使う場合は、あのー、要は機内持ち込みの荷物だけということになると7キロ以内なんですよね。なので、えっ、ー、と、それに収まるって言うと相当な工夫が必要になるということです。で、自分の場合はとにかく必要なものっていうのはもう、えっ、ー、と、ラップトップですね。えっ、ー、と、ノートパソコンは絶対に仕事で必要ですと。で、まあ、クレジットカード、パスポートとか重さに関係ないものはまあ、もちろんとして、中に入れていくものとしては、衣類は、えっ、ー、と、 基本的に下着とか、えっ、ー、と、T シャツ、あとは、えっ、ー、と、ズボンも2着ずつですね、基本的には。で、まあ、自分の場合は結構絞って、なえっ、ー、と、長ズボンですね、要は、えっ、ー、と、ジーパンは1着と、で、短パンが2着っていう感じですね。で、T シャツは2着っていう感じで、基本的に2着ずつ、それを洗って回すっていう感じですね。で、ダメになったら捨てて休み。 えーとまた買うというとといころなので,で南国の場合はこれが本当に簡単にできますね、えー、と1年中、フィリピンみたいに1年中27度前後っていう感じだと、えー、と T シャツと短パンだけでも十分だと、でまあ、サンダルがあればいいという感じで、靴も 1, つでいい1足でいいという感じですね、なので、えー、と簡単に絞ることができますで、住む国に関係するので、もちろんこれがあの北欧とかだったらあの重装備になるので、 えとやっぱりかさばってくるんですけども、それでも、ああ洗って回すってことを考えれば、衣類はそんなにいらないのかなというところですね、あとはもう最低限の洗面道具とか、まあ、で今の時代だとインターネットがどこでもほぼつながるので、えー、とパソコンがあれば収入が得られるというところで、えーと、これがアドレスホッパーのライフスタイルを可能にしているということだと思います。でこういいったたアドレスホッパーを目指したいと で独立したい、えー、と本気で、えー、と移住したいと。で、ホテル暮らしとか、えー、と自由に、えー、と非定住生活を楽しみたいというあなたはブログでの収入をお勧めしています。で、アドレスホッパーに一番重要なそのブログでの収入というのをお手伝いしたいということで、メールマガジンの方で、えー、とブログ作成代行サービスというのをお案内しています。で、これはあの、あなたの稼げる状態になったブログを作ってお渡ししますと。 いうサービスで、日本で唯一のものです。ですので、えっ、ー、と、アゼスロッパーになりたいあなたはぜひ利用していただければなと思います。無料でメールマガジンを登録できます。ということで、ありがとうございます。